おー、こんにちは、ようチャンネルです。はい、今日は上野東京文化会館からのスタートとなります。はい、今日は楽しみな石丸源証氏との対談だったり、何か食い道楽なのかな、取材っていうところで東京やってまいりましたので、ぜひ皆さんご覧ください。おー、石丸源証さんの登場です。今日はよろしくお願いします。え、向こう今日は上野結構いいっすよね、本気で。はい、こんな感じです。え、でも自分からすると本当に憧れの人に会えたって感じしますよね。グッ。おう、今日なんかいろいろ喋っていきたいと思いますね。どうですか。お、グッ。スロンボートに来ました。本当に気持ちいいです。心地いい。石丸さんが撮影していただいてます。ヘイヨヘイヨヘイヨ。あ、傭兵だし。傭兵。本命なんとかした。本命もなんとかしましたね。ただあれですよね、藤井さんは女性を性的対象でしか見てないからダメって、この間は言われた。言われました、ね、相手に。相手に。いや、もう顔見た瞬間エロいですよこれ。なんで。これもうエロ親父の顔です。本当に。いや、エロ親父ってことないんだけど、思ってもあるからにエロい。エロい。石丸さんの方がこうです。自分もエロいです。エロい。この撮影終わったらカレー屋行くのかなと思いますよね。あのクラウン、クラウンってね、近いんですか。すぐ近い。あの上野のガード下、ガード下のカレー屋で何十年もやってる。自分が小学生の時にはあったから。本当ですか。じゃあ石丸さんが結構馴染みっていうか結構行かれたんですよね。もう500円でカツカレーだからね。安い。ただ石丸さん思ったんですけど、これいいんですかね。これで絵的には面白いのかな。本当は最初の本当にあれですね。まあいいですかね。なんか絵的にはなんか ゆるやかな。ゆるい。これで、はい、だからあなたがこの後、はい、上野のほらカレー屋とか あの辺とか回りながら、ね、あのさあ、そういうわけで、僕今日は、上野に初めて来たっていうことで、さっきまで石丸さんといたんですけど、ここから先は僕が一人でいろんなとこ見てみようと思います。いろんなお店がありますよっつって覗いて、はい、すいません YouTube 撮りながらいいですかとか、あ、ダメですかとかあるじゃん。ありますね。じゃあ一回切りますとか。そうですね、一人であとは回ってみたりもしたいと思いますもんね。ということで、はい、また、はい、また。はい、ホテルに到着っていうところで、今いろいろ見せましたが、ここが本日泊まる宿ということで、目的地ここじゃなくてカレー屋、ちょっと石丸源証氏に教えていただいたカレー屋、まあ、そこに行ってきたですが、そこ撮影 NG だったのでここでエンディングとなります。はい、うん、ようチャンネルと言いますか、私自身こうやって東京、まあコロナっていう観点から言えばあまり遊び、そうだな、で歩くのは NG かと思いますが、正直言ってこうやって時々来るのはあり、うん、このコロナが収束してからですけど思いました。あとは石丸源証氏、やはりお会いしてみて思ったのは、でもやっぱりあれだな、都市的に落ち着いたっていうところは印象かな。自分はこう本とか小説、源証氏の、まあ源証さんのそういった本を読ませていただいてたら、もっとこう、うん、ぶっ飛んでるっていうところはあんのかなと思ったんですけど、まあ意外とまあ普通っていうところで、まあやっぱり人間こう年齢には勝てないっていうところもあるのかななんて思った今日この頃です。うん、自分もちょっと久々にこう言って遠出してみてちょっと疲れたので、この辺で、うん、夜の、なんて言うんだろう、うん、ちょっとブレイクタイムに入ろうかななんて思っております。こんなところで、ようチャンネル今日は以上となります。源証氏ありがとう。
はい、皆さん、今日、はい、R タイプ来てもらってます。よろしくお願いします。はい、来週になるんですかね。来週。はい。はい、ラジオ出演させていただきました。ラッパーの R タイプ出ます。よろしくお願いします。お、R くん、あれ、ちょっとなんかこう、リリックとか刻んでもらってもいいですか？リリックですか？レプレゼント、はい、俺が3フォールド、俺が R タイプ。よー、下舐め、ズリブリブリグリズリー。うわー、かっこいい。よろしくお願いします。そうですね、僕はい、関東を中心にラッパーとして活動してるんですけれども、はい、それの、今日ね、収録で深い話もさせてもらいました、うん、で、イベントを結構行ってまして、まあ、このコロナの中、はい、イベント打ってるんですけれども、10月の17日、はい、土曜日の深夜なんですけれども、渋谷の R ラウンジっていう、ね、箱で、はい、3ホールドっていうイベントを、開催します。ぜひね、遊びに来ていただきたいなと思いますんで、はい、これを見てちょっと気になった方はラジオも聞いてもらってですね、うん、僕がどんな人間なのかって理解して遊びに来てもらえれば、めちゃくちゃ嬉しいです。今日ラジオしてみたくて、本当 R 君超かっこいいですから、皆さんチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それじゃあ今日はこんなところで、はい、はい、じゃあ、あとはまたよろしくお願いします。